はい、じゃあね、6日目の地理の補習やっていきたいと思います。はい、まず、問いの1番なんですけれども、ですね、まあ、いろんな文章出てきてるんだけど、分かりやすいところからこういうのも言ったらいいですね。はい、例えば、E の文章ですね。大陸氷河氷床によって、っていうところ、あ、夜侵食っていう言葉が出てきていますが、はい、大陸氷河が A、B、C の中で、昔分布してたと考えれるところ、B と C は赤道付近やね。だからここに大陸氷河が分布してたとはなかなか考えにくい。はい、その時点でこれが A になる。だから読むところを間違えなかったら絶対にいける。はい、次。巨大な地溝帯に沿って、はい、ここにビューッとね、張る。アフリカ、大地の帯。ですね。はい、そのことから、はい、これが B になると。はい、なのでこれが C っていうことで答えですが、答えを、4番にしてあげてください。答えは4番になります。はい、じゃあ次の問題いきましょうか。はい、次ちょっとね、E の地域が、隠れちゃってますけれども、E は具体的に言うと、ロシアのですね、東の方、にある河川です。はい、この地域で見られるものって何やろ？パッて見たらね、すごい難しく見えるんやけど、もうそんなに難しくない。例えば、森林は分布しないって書いてあるけれども、はい、ここには大河が見られるよ。はい、っていうことは知っているやろうし、はい、2番ですね、旧凍土の表層が、融解して湿地が見られる、うん、これがね、実際に正しい問題です。2番が正しいで、次3番とかやったら永久凍土から寛容される地下水であると、それって永久凍土じゃないやんみたいな感じで3番も違うし、4番もね、ちょっとね、なんていうかな、迷いがちないけど、まあ、例えば春かな、本当に春なんかなと、もうちょっと遅い時期、まあ 春っちゃ春かもしれんけど、まあ、夏寄りの時期ですよね、まあ、初夏って言ってもいい時期に、なんていうかな、ようやく雪解けが始まるっていうところからも、まあ、違うよねっていうことが分かると思います。答えが2番にしてあげてください。はい、次、まあすごく分かりやすい、まあゼロじゃないんやけれども、砂漠化の原因、はい、酸性雨じゃないよと、まあ、確かに酸性雨によって木が枯れたりするからそれが砂漠化やっていうこともあるかもしれへんけれども、はい、この G の地域では酸性雨自体があまり見られないし、まあ、これプラスアルファ酸性雨酸性雨と砂漠化の影響はまあちょっとちっちゃいかなっていうところもわかると思います。はい、なので3番が違いますよということで、答えが3番になると、考えてあげていいんちゃうかなと思います。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、次、エルニーニョ現象の問題なんですけれども、まあこれは基本的な、問題です。エルニーニョ現象っていうのはここら辺に流れてる海流ですよね。はい、ペルー海流。が弱まることによって、高温になると。海水温が高温になると。いうのがエルニーニョ現象と言います。うん、で、これね。ここに低緯度地域って書いてある。低緯度地域で吹く風っていうのは偏西風なのか貿易風なのかなんですが、当然
はい、貿易風ですよね。はい、なので、あの方には貿易風がある。次、高温、海面温度が高温になると雨が降りやすいのか降りにくいのか。ペルー海流のあたりでは、ここにね、アタカマ砂漠っていう海岸砂漠があるね。海岸砂漠なんでできるのかって言ったら、寒流によって、ね、上昇気流が起こりにくくなっていて、まあ付近で降水がないからです。ね、寒流やから。でもそれが温度が上がっちゃうと、上がるとね、はい、上昇気流が起こりやすくなって、雨が降りやすくなる。つまり洪水なんです。はい、ということで答えが4番としてあげてください。答えが4番になります。ちなみに偏西風に関しては、中緯度高圧帯から亜寒帯低圧帯に向けて吹く風ですね。で、貿易風が、中緯度高圧帯から赤道低圧帯に向かって吹く風と覚えておきましょう。はい、では次、なかなか難しい問題なんですけれども、順を追って考えていくと分かりやすい問題です。標高に関する問題よく出るんで、覚えておいてください、必ず。ただ、2018年ですかみたいに、標高一番高い場所どこみたいな、ちょっと変わった聞かれ方もする可能性があるんで、あ、ここってなんでこの原因やから標高が高いんや。逆に、ここはこういう地形やから絶対標高が低いんや。まあ、特にね、新規造山帯、安定理解、後期造山帯とかと絡めながら覚えてください。はい、例えばこの B。はい、オーストラリア縦上地。で、まあ、もしかしたら標高高いんちゃうんって思う人いるかもしれんけど、オーストラリアなんかで高いっていうのは、こっち側、高いって言っても 2000m 超えないですからね。はい、っていうことから、はい、これが D、あ、D じゃない、ごめんなさい、B ですね。っていうことがわかります。次ね、うん。確かに難しいんやけど、例えば D 行ってみようか。D やと、この辺り、なんていう山脈があるかなっていうと、はい。はい、アンデス山脈って呼ばれるような山脈があります。はい、アンデス山脈は、確かにあるんやけど、その後は、ブラジル縦上地になってるんで標高が低いです。だから白丸に近い方は標高が高くて、あとはずっとなだらかじゃないとダメ。まあ当然2番になります。これが D になるよと。はい、次いきましょうか。はい、次なんですけれども、まあ、C と A、 今回求めたいのは C なんやけれども、 C は、まあ、ロッキー山脈がここに通っている。で、そこからだん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 なだらかになっていくイメージです。何が言いたいのかって言ったら、こんな3番みたいな感じで、まあ、ロッキー山脈あるよねと、あるよと。またもう一回波が来てと、いやそれがグレートプレーンズ、プレーリーちゃいますかって思うかもしれへんけど、これロッキー山脈とアパラチア山脈はほとんど同じ長さ、高さになっちゃうでしょ。なのでこれが、ね、C っていうのはあり得ない、うん、あ、これは絶対にこんな高さはしないよね。しかもアパラチア山脈も通ってないからね、はい、っていうことからC は4番になります。で、答えが4番。はい、だからこっちが A ですよね。まあ、ここも、アルプスヒマラヤ A のあたりっていうのはアルプスヒマラヤ造山帯を通っているので、新規造山帯ね、標高が高い地域がまあ比較的多くなっていると、考えてくれたらいいかなと思います。答え4番です。はい、次行こう。はい、昨日に引き続いて出てきました、河川のね、流量に関する問題。これは基本的に雪解けとかサイクロンとかを考えてあげると、分かりやすいんですが、例えばここめちゃくちゃ多くなってるなと。ね、E がめちゃくちゃ多くなってる。これはもうね、サイクロンの影響です。はい。もしかしたら雪解けかなーって思ったかもしれんけれども、まあ、7月、8月に雪解けがあるところは、この、何かな、KLM の中では存在しない。ってなった時に季節風とかの影響で夏タウンになるところを選んであげたらいいんです。はい、なのでこれが何番になるかというと、
K、これが K になるね。はい、次、まあ、ウーとアの違いってあまり分かりにくいんやけれども、これね、まあ年次をほとんど変わってないよね。一方でこれ、はい、3月4月あたりに多くなってる。こっちこそが雪解けだろうと、いうことが推察できるんではないでしょうか。そうですね、L のミシシッピ川のところが、雪解けで、この3月4月あたりに降水量が多くな、降水量じゃない、流量が多くなってると。はい、なので、U に関してはアマゾン川で年間通してあまり変わらないよねっていうことで M にしましょう。はい、そのことから答え何番になるかというと答え3番になります。はい、次、木の植生に関する問題。非常に難しそうやけど、まあ実質二択ですよね。はい、例えば、このいい砂漠です。植生見られないよということで、一番になるし、はい、赤道直下、ご丁寧に赤道を書いてくれてる、はい、赤道直下熱帯雨林気候では、やっぱり木の高さが高くなるっていうことで、これが F になる。だから、H 求めたかったら実質二択なんです。で、アフリカの東岸、特にこの辺りって乾燥なんですよ、基本的に。で、H で言うと、まあ、西の方は若干の植生があるかもしれませんが、東の方っていうのは植生があまり見られない。もう分かりましたね。これが H になって、こっちが G になるということです。はい、答えが、はい、2番としてあげましょう。はい、簡単ですね。はい、最後の問題なんですけれども、ヒマラヤ山脈に見られるもの、これね、形式変えて1回出てます。ヒマラヤ山脈なんですけれども、まあ全部ありそうって思うかもしれんし、まあ悩むとしたらこれは絶対に合ってるやろと。まあ3か4かなと。U 字谷カール、これ氷河地形なんですね。これないんちゃうかなと思うかもしれんけどね、アンデス、ヒマラヤ山脈って標高高いでしょ。だから氷河地形あって当たり前なんですよ。っていうことは、はい、何が違うかっていうと3番ですね。はい、これね、ヒマラヤ山脈っていうのは、大陸プレート同士が衝突してるんです。まあ、イメージならば、グラウンドでね、トンボあるじゃないですか。トンボをね、こう、バンとぶつけたようなイメージです。そうしたときに、確かに、トンボとトンボを砂、バンって合わせると、なんていうかな、砂がそこにできて、大きな山脈ができます。ただ、地中内部からマグマが上がってくることはないですよね。これが、例えば、海とか地中内部に行くものであれば、ね、当然ですね、火山が発生するけども、大陸プレート同士がバンと、インド・オーストラリアプレートとユーラシアプレートがバンってぶつかっただけなので、ここには火山は、はい、見られないんですね。はい、ということから答えが3番になります。はい、今日の授業はこれで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた、次回頑張りましょう。